今日はですね、お休みのところ、たくさんの皆さんをお集まりくださいましてどうもありがとうございました。小さいお子さんから、お年を召した方まで本当たくさんの方にご来場くださり、大変喜ばしく思っております。先ほどこの後ろのスクリーンで、映像が流れているのをご覧になった方いらっしゃると思いますけれども、現在私たちは、安川において、流域ガバナンスに取り組んでいます。流域ガバナンスって、耳慣れない言葉かもしれませんが、簡単に言いますと、身近な自然と親しみ、その環境を守る活動に参加することで、みんなで有機社会を作ることを目指すのが流域ガバナンスです。この流域ガバナンスの一環として、この安川の下流域では魚のゆりかご水田に取り組んでいます。滋賀県の皆さんにはですね、もはや説明するまでもないかもしれませんが、琵琶湖には多様な生き物が暮らし、そして私たちは琵琶湖からさまざまな恩恵を受けています。その琵琶湖の豊かさをもたらしているのが水田でした。でしたと過去形になっているのは今はそうではないというのを今日皆さんにお伝えしたかったからです。かつての水田には、たくさんの魚がですね、産卵に訪れ、さらに、それをおかず取りに、やってくる人たちでにぎわっていました。ところが、現在ですね、その農業のやり方が様変わりしたことで、魚たちが産卵できなくなってしまいました。また最近では魚取りをする子どもたちの姿もあまり見かけなくなってしまいました。そこで滋賀県はかつての人と生き物のにぎわいを取り戻すために琵琶湖と田んぼのつながりを再生する魚のゆりかご水田というプロジェクトを始めました。すべての水田がこの魚のゆりかご水田に変わればかつてのにぎわいが取り戻せるかもしれません。しかし残念ながらこの活動の輪はまだあまり広がっていません。そこで今日はこの魚のゆりかご水田の現状と問題点を皆さんと共有した上で、どのようにしたらこの活動の輪が広げていけるのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まず最初に農業と地域を活性化するという視点から中村先生に和歌山県での取り組みについてご紹介いただき、魚のゆりかご水田を盛り上げるためのヒントを探ってみたいと思います。続いて上原研究員より地球圏と滋賀県水産試験場の共同研究によって明らかになったニゴロブナの驚くべき生態についてお話していただきます。お二人のお話を受けて5名のパネリストの方に魚のゆりかご水田がもたらす5つの恵み、先ほど篠原館長から6つだというご指摘がありましたけれども、生き物、環境、子ども、農業、地域、そして文化になるんですかね、これそれぞれの観点から話題提供していただきます。で最後にこの魚のゆりかご水田の活動の輪を広げるためにはどうしたらよいのか、そして琵琶湖の環境と私たちの社会をより良くするためにはどのようにしていったらよいのかというのをフロアの皆さんと一緒に語り合いたいと思います。この語り合いが終わったらですね、お腹も空くでしょうから皆さんにはこの琵琶湖の魚のゆりかご水田のもたらす恵みを実感してもらいたいと思います。今日はせせらぎの里さんが新米の炊きたてのご飯を用意してくださるそうです。はい、拍手。また、森山漁協の戸田さんがですね、滋賀県の郷土料理船寿司をご用意してくださいました。滋賀にお住まいの方はニゴロブナの船寿司は召し上がったことあると思いますけれども、今回は特別にですね、いろんな種類の魚で作った五目船寿司というのを用意してくださるそうですので楽しみにしてください。その魚ごとに味や匂いが違いますので、それもお楽しみください。それでは私からの趣旨説明とさせていただきます。どうもありがとうございました。皆さんこんにちは。
ただいまご紹介に預かりました京都府立大学の中村と申します、本日はですねこのような立派なセミナーの会場でお話しさせていただきますこと誠に光栄に存じます、短い時間ではありますけれども頑張って報告していきたいと思いますので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。本日タイトル住民主体の地域ビジネスによる地域活性化ということで、農業農村そして米作りといったところをですね振り返りながら住民主体の地域活性化の主要件というようなところを見ていきつつですね、これからどんなことが考えられるのかなという、私なりのですねご提案というものをさせていただきたいというふうに思っております。でまずですね住民主体のというところで言えばですね、昨今ですね、農村農業をめぐる人はどうなっているのかというところをちょっとデータで見ていきたいと思います。データで見ると、これがですね農業就業人口の割合なんですけれども、昭和35年と、戦後10年、15年ほど経ってからですね、その後ずっと、減り続けていると、これはですね、よく、ニュースやらどこやらでもう聞くお話かなというふうに思うところなんですけれども農業者が減っているけれどもですね、住民も例えば中山間地域ではちょっと過疎化が進んでいるっていうようなことが言われますけれども農村広く見るとですねそれほど人は減っていません。ということは農業者以外の人がいるつまり非農家の方がたくさんおられるという社会環境になってきています。そしてですね、もう一つですね農村の特徴としてこのような農業、生産法人という、農業法人が増えているというのが昨今の特徴として挙げられます。このようにですね昨今本当にぐーっとこう伸びているわけなんですけれども、この法人というのはもともと地元に住まわれてですね農家さんが集まって法人になっているというパターンもあればですね、外から地域じゃなかった人たちが来てですね農地を借りて、あるいは購入して農業をすると、そういうふうなパターンもあります。そうするとですね、この法人はですね、会社形式になっておりまして、できるだけたくさんの面積を使いながらですね効率的に農業をしていこうということを考えながら経営をしていくとこういう組織になりますので、ここにはですね地域の住民の方もあるかと思うんですが、内外の方がその地域に働きに来るというその方たちはお住まいでないという場合もあります。そうすると全く違う地域の人たちがこの自分たちの住んでいる農村に来ているというような環境があります。そんな風にですね今その農村の現場というのは農家非農家そして、全然ここの地域とゆかりがもともとはなかったと、そういった人も混在するいわゆる混住化で昔は農家と非農家の混住化っていうことを言われてたんですけども加えて、そういう地域外の人も来るという混住化ということが進んでおります。そうしてくるとですねなかなかこう地域アイデンティティをどうやって作っていくのかというのがですね、難しい話になってきてこれは実は私たち今まで経験したことないことです。ですので、今後、この姿をですね、どういうふうにして地域のコミュニティを維持していくかで地域のコミュニティを維持するというのは、どういうことかというと農地を守るための大きな手段でもあります。ですので、その地域コミュニティをどんなふうに作っていくかというのがですね今の農村の大きな課題ということが言えます。で、農村といえばですね、一番思い浮かぶのがやはり、秋になったら黄金の風景が広がる水田が一面にあるという風景だと思います。日本人の、心の風景というふうに言ってもいいかなと思うんですけれども、その稲作の状況もですね、少し変わりつつあるのでですねそのあたりもですね少し数字と一緒に見ていきたいなというふうに思います。日本人にとっての主食お米についてのですね確認を皆さんとしていきたいと思います。まず、ちょっと考えていただき、考えるというかご存知でしょうかというところなんですけども、
日本で国内の水田面積は、まあ、農地の、水田と畑を合わせた農地の何パーセントでしょうか。これですね、何パーセントだと思われますかっていう質問で、2017年度で 54.4%、まあ、大体ですね、実は水田と畑とは一緒ぐらいなんですね。ただですね、滋賀県はなんと 92.3% とこうすごく水田王国でして、これですね、日本で第2位らしいんですけれども、滋賀県はすごくやっぱり水田で地域が成り立っているという地域だということが分かります。まあ、そしてですね、戦後じゃあ水田面積のあれが一番多かった時期、まあ、これはいつでしょうっていうふうに言うとですね、いかがでしょうか。まあ、そして何パーセントは、まあ、ちょっとまた考えていただければと思うんですけども、水田面積の割合が一番多かった時期っていうのはですね、実は1970年です。で、この時 58.9% でした。で、まあ、58.9% と 54.4% を比べると、まあ、4.5% ぐらいしか差がないので、まあ、水田面積としては、まあ、実はすいません、面積の、広さじゃないですけど、割合ですけれども、まあ、それほど、まあ、変わりがない、つまり、まあ、風景的にはちょっと別のものもあるんですけども、まあ、割とこう同じようなこう風景が広がっているかなというふうに言えるかなと思います。まあ、ではじゃあこの1970年がなぜ、一番大きかったかっていうことを、考えるとですね、農家の皆さんはもうすぐに想像つくかなというふうに思うんですけれども、まず1971年から減反政策といいまして、本当はというか普通に水田がありまして、そこにお米を入れれば秋にはちゃんとたわわに実る水田があるにもかかわらず、それを、作ってはいけないという状況が、できてしまいました。まあ、当然ですけれども、そんなことで皆さんのこう気分がそがれるというのは、当然であるかなというふうに思います。そしてもう一つの理由としてはですね、その時のこう価格がですね、高水準の最後だったということが言えるかと思います。でこれちょっと生産者米価じゃなくて、ちょっとデータがなくてですね、小売米価の推移なんですけれども、これも、一応生産者米価に比例はある程度していると思いますので、これで見ていきたいと思いますが、1970年のこのあたりですね、だいたい価格的には3,400円くらいの価格帯ということでした。あ、すいません、これがですね、米価をですね、現代の価値に換算した時の値です。でちなみに青い方がですね、そのままの値で、だから価格的にはですね、一気に上がっているように見えるんですね。けれども、現代価値に換算するとっていうところで赤いのを見ていただきますと、1970年の時、大体3,400円だったんですけど、昨今ですね、ここちょっと上がってるんですけど、異常があってというところで、この辺の3年4年ぐらいをですね、平均取ってみると大体1700円ぐらい、つまりですね、お米の価値が半減しているということになるわけですね。当然、これではですね、やる気もそがれるなということで、やはり価格もどんどん農家さんがやめていく大きな理由になっているということが言えます。ではですね、またですけども、現在その米の食べる用、主食用の作付け面積がどれぐらいあるかっていうのを農地の中でですね、全体で見るとですね、現在 30% 程度です。で、大体このような内訳になってるんですけれども、主食用以外にも加工とか飼料用米とかあるんですが、それを足したところでやはり3分の1ぐらいというような数字になっています。で、要は主食用の米はですね、3割ぐらいでしかこう作られていないというような状況にある中でですね、どんどん私たちこう消費者の方が食べれないというような状況になってくるんじゃないかなということがあります。でちなみにですね、1960年、さっき戦後ちょっとしての時ですけども、ほとんどの面積に植えられてたんで、 50% が主食用米の水田として使われてました。つまり主食用米の水田がこんだけ減ったっていうことがですね、農村にとってですね、大きな変化だということが言えるわけですね。
で、これはですね、同時にというところなんですけども、主食用米の面積がですね、こちらの、青い方のになります。そしてですね、総農家数というのがですね、こちらの赤い方になります。で、この傾きですね、傾き加減を見ていただくとですね、総農家数の方が傾きが強い、マイナスの方に強いということになります。まあ、ここの幅広がってきてますけども。ということはですね、その水田、主食用米を、まあ、作ってくださる農家さんが減ってきていると、減ってきている中でその面積を維持するっていう農家さんが出てきていらっしゃると、つまり一農家さんの面積が広がっているという状況ではあります。で、そういう、 こう大型農家さんとか大規模農家さんとか言うんですけれども、そういった大規模農家さんが増えているという実態もあります。つまりですね、先ほどの農業者さん、そして非農家さん、そして働きに来ている地域内外の、もしかして地域の住人じゃない人、そしてですね、もう一つですね、その農家さんの形態としてはですね、これ大規模農家さんっていう農家さんがいると。実は根性というのが、こういう形でですね、本当に今多様なタイプの方がですね、農村の中で農業に関わっているというような、実態にあるということをですね、ちょっと最初に押さえていただきながらですね、見ていきたいと思いますが、ここにちょっとその流れを変えてみたんですけども。人が減ってくる、水田が減るという状況がありました。で、主食用米面積が減ってきました。で、主食用米が少なくなってくるとですね、当然国産米、需要と供給の関係で言えば高くなってくるだろうということが想定されます。そうするとですね、国産米が食べられなくなるという消費者がいるだろうということで、危機感を持つ消費者が増えるだろう。で、この辺りの人をどうやって捕まえるかっていうところが今回 の、課題というか、突破口じゃないかなというふうに私は思っています。で、そんな消費者の方をですね、巻き込んでいく、つまり、ファンにしてしまうということが、重要じゃないかなというふうに思っています。で、こういった動きをですね、アメリカとかカナダで CSA というふうに呼びまして、コミュニティサポーティードアグリカルチャーという、地域で農業を支えると、そういう、スタイルを実践しているという社会があります。で、これをですね、これはですね、農業そのものに、使用している用語なんですけども、地域活性化のにも援用できないかなということで、考えていきたいと思います。ちょっとだけ CSA の説明しておくとですね、もともと近くの地域に住む農家と消費者が共に農業の恵みとですね、リスクを分かち合う、ここポイントです。恵みとリスクを分かち合うということを目的として生まれた仕組みでして、農家さんがもちろん、農業してですね、作物を作るんですけれども、同じ気持ちで消費者も関わると。そしてですね、もう一つ大きな使命として、小規模農家さんを支えるという仕組みだということなんですね。で、海外に比べたら、日本の農家さんほぼ小規模ですって言ってもいいぐらいです。日本で大規模って言われてても、これ海外に行ったら全然大規模じゃないというようなことで言えばですね、日本で大規模って言われている農家さんでも、この発想で、支えてもらうことが重要かなというふうに思います。で、もう一つ特徴がありまして、このリスクを分かち合うというところで、一番の特徴は前払い制で、先にお金を払うってことなんですね。で、これは結局物に対して、私たち今できた物に対してお金を払ってますけども、その物に対する対価ではなくて、そのこのことですね、恵みとリスクを分かち合うということに対する対価を先に支払うということでですね、先にというか、対価を支払うということで、そういう発想がこれからの地域づくりには必要じゃないかなというふうに思います。そして、ちなみに言ったところで、アメリカやカナダ、フランスで広がっていることが知られているんですけど、実は日本がですね、三省提携運動というのをですね、1960-70年代ぐらいですね、結構最初のブームっていう感じなんですけども、盛んに行われてまして、それが元になっているということが、言われています。なので、もともとの日本の風土に私は合ってるんじゃないかなというふうに思うんですね。
ただ今の現代、生産者も消費者も忙しい忙しいで、もう日本中の人がみんな忙しい忙しいって言ってて、まあ、なかなかですねこういう活動が、まあ難しいかなというのも、まあ、現状であったりします。まあ、そこを結びつけるのが、まあ、ビジネスという手法で、そのビジネスでも単にお金を儲けるというだけではなく、さっき言ったそのことを共有するというような形でですね、一緒にビジネスを展開するという地域活性化のあり方があるんじゃないかなということで、その、まあ、一つの事例として、和歌山県のですね、田辺市にある秋津のバル店というすごく有名なところなので行ったことがある方もおられるかなと思うんですけども、まあ、秋津のバル店がなぜ、成り立っているのか、まあ、そういったところをですね、今日は皆さんと一緒に見ていきたいと思ってます。秋津のガルテンはですね、簡単に説明しておきますと、2008年からですね、この小学校の廃校なんです、もともと。廃校を利用した宿泊施設とかレストランとかスイーツの製造販売などを行っている施設になります。で、場所は和歌山県のかなり南の方になります。ということは京阪神からですねかなりちょっと遠い位置にあるなということで、まあ、不便だなっていうふうに京阪神に住んでる私らからしたらちょっと思ったりもしちゃうんですけれども、実はですね、交通の便もですね、車だったりとか、それから新幹線じゃなくて黒潮ですかね、特急が走ってたりとか、それから空港もまあまあ近いとかっていうこともあってですね、意外とですね交通の便は悪くないというようなところであって、で豊かな自然がありで、ゆったりとしたちょっと時間が流れてたりとかするっていうことを気に入ってですね移住するっていうのも結構いてて、そういう意味ではずっとですね実は、人口が減少しているという中でもですねこう増えてきているっていうような地域です。さすがにちょっとこの2008年ちょっと以降はですね、減ってきているみたいなんですけども、それまでこう増えてきているというような状況で非常にですね、魅力的な土地柄であるということは言えるかなと思います。そしてですね、農業についてこれがですね水田やったらもう一つよかったんですけれども、ちょっと地域が違ってまして、逆に柑橘梅を中心として周年栽培が 90% ぐらいの農地で行われているところということになります、けれども考え方によってはですね、果樹とか、梅とかっていうのは、付加価値型の、農産物で、やっぱりこうブランド化とかをしないとですねなかなか売れていかない必需品というよりはやっぱり嗜好品というのが性格が強いので、そういう意味ではですね、嗜好品の要素からすればですね、ブランド化とか結構ですね頑張らないといけないっていう意味ではですね後継者がこう減ってきてるっていうような事態もありました。で、そういうのを打破したいなっていうような、地域の思いとかがあったりして、それも含めてですね、秋津のガルテっていうところができたんですけれども、こちらですね、秋津のガルテの成り立ちっていうところでここをちょっと今日は重点的に前を見ながらですね、一緒に考える題材にしていただきたいなというふうに思ってます。でまず、地域背景としてはですね、ちょっと特殊性があります。1956年の昭和の大合併によって、いくつかの市町村というか、その時は村ですねが合併して、合併しました。でその中の一つであった旧上秋津っていう村なんですけども、そこの住民の人たちが、当然ですけど昔々小さな村で村長がいてという状況でした。でそこで持っててその共有財産で、山があって切り出したりとか、そこで松茸が取れるので松茸の入札があったりとかしてですね、山からですね、地域が恵みをいただかれてて、で、共有財産が合併の時にも結構持っておられたんですね。でそれをですねみんなで管理していこうっていう、実は素地があって、2003年現在の時のその調査させてもらった時のその基本財産、大体4億6500万円と、このお金をこう地域が持っているというのはちょっと特殊性があります。あるんですけれども、そこはお金はどうするか工夫次第というところでですね、捉えていただけたらなというふうに思います。で、
この財産を管理する団体をですね、社団法人にしまして、まあ、あの今までこそですね、地域おこし地域づくりの組織を NPO 法人にしようとか法人にするっていう発想あったりするんですけども、まあ、当時多分すごい画期的でですね、法人を作ってその財産とかを管理するというようなことで社団法人愛護会というのを、まあ、作られました。でまあ、この愛護会ではですね、まあ、そのお金をですね、むやみやたらに使って減らすんではなく、これが地域のためになるような環境を良くするとか、福祉を良くするとか、教育を良くするとか、まあ、そういった公的なものにであれば、まあ、使ってもいいだろうということをですね、1956年に打ち立てた翌年の57年にそういったルールを決めています。明文化してます。まあ、この明文化っていうのも一つ私はポイントだと思ってます。そしてですね、その後ですね、神谷基地を考える会という当時の青年たち有志がですね20名ほど集まって、これ1989年に設立されています。でこの愛護会はどちらかというとこう自治体それぞれの自治体の区長さんとかが来られてて、まあ、その区長さんたちがお互いに、地域どうしていこうって話すんだけれども、なかなかこう前へ進まないという状況があって、それを見てた若者たちが奮起一転ですね、自分らが発言できる場を作りたいってことでですね、この組織を作ってですね、神谷基地を考える会という組織を作りました。でこの若者たちがやはりすごくいい動きをするんですけれども、地域をどうしたらいいかっていうところでですね、すごく実質的な動きでですね、地元に山があるんですけども、その山の環境整備というのをやりたいということでですね、市などとも掛け合ったりとかしてですね、すごくこう山の環境整備で、まあ、都会の人からもご注目されるような環境整備の、まあ、手法を行いました。まあ、そうすることでですね、マスコミが押し寄せて取材に来てくださって、で一気にですね、神谷基地っていう名前も広がったっていうふうに聞いています。で、プラスですね、また地域には当然ですけど自治会があったりとか町内会があったりとかします。で、まあ、こういった組織も全部含めてですね、地域のためにやろうということで愛護会の下に実は こういった地域の組織が組み込まれるということになりまして、愛護会の組織が非常に充実してきます。でその中で、それまではなかなか発言ができなかったのが、まあ、言うと組織の一員になったわけですから、そこから発言ができるようになって、ご企画提案をできるようになって、で、そのみんなで、地元をどうするかという空き地の塾というのを、まあ、この考える会リーダーシップのもとを作ることができまして、で、2004年にですね、空き地の塾を作りました。で今度はここの空き地の塾というところが中心になって、市とか県とか行政とこう情報を交換したりする中でですね、実は先ほど見ていただいた校舎はですね、田辺市として取り壊すという予定だったんですね。でも木造のいい校舎があるということで、それを取り壊すのは問題ない、なんとか維持したい、これは地域のためだっていうことでですね、これを買い取るというようなことを、まあ、提案します。まあ、そこに、この愛護会からですね、まあ、貸与という形になりますけれども、まあ、そういった、買取価格を、まあ、貸すよというお許しが出てですね、で、先ほどの校舎を購入するということが、まあ、できたっていうことでですね、それを、まあ、購入するだけだったら、まあ、簡単ではないですけども、まあ、できるかなと思うんですけど、それをどうやって運営していくかっていうところのアイデアがここではやっぱり素晴らしくてですね、その時にその運営組織をまず株式会社にしたと、まあ、法人として出発させたっていうところがまた素晴らしいところかなと思います。これが2008年のことです。で実は同時期にですね、地元住民からですね、果物を売る場所が欲しいと言われてて、直売所を作ってほしい。で、まあ、その直売所を運営する団体としてこの株式会社キテラっていうのを作りました。で、農家さんがここに
出荷して販売したりとかですね。そしてですね、オレンジジュースクラブっていう名前で、女性グループが、立ち上がりまして、ジュースを作る加工場を、作りまして、そこの商品を出荷すると、そういった形でですね、こう地域の経済がこの辺からですね動き出す。そしてですね、この校舎をみんなでするという、要はアイデンティティのツールですね。アイデンティティ作りのツールとして、やはりみんなが学んだ学びや校舎はすごく集約されるこうツールになるっていうなったと、結果的になったと。そしてなると多分思っておられたと思います。で、そういったことをこうビジネスとしてですね展開する中で、はっきり言ってやっぱとてもお金がかかります。けれどもアイデアで、直売所も作ったりとかで、いろんな勉強する中で、宿泊施設とかレストラン、バイキング形式のレストランですけども、そういったものを作ったりとか、そういうことでですね、やっていくぞということでですね、もうここにたくさんの人が関わってるわけなんですけど、そうするとですね、ここに関わってる人は当然株式会社を作っていくぞとなったらですね、出資金というものが必要になってきます。でその出資金をですね、地域住民の人に出してほしいっていうことでですね、喜んでっていう形でですね、関わってた人、最初は10人ぐらいだったかな、少ない人数からですね、どんどん増えていって増資されてます。で、それともう一つのポイントとしては、もうすでにこの時に、みかんジュースとかそういったところにファンもいた。そしてですね、この秋津のこう動き方がですね、大学と連携したりとかですね、今までそれまであまりなかった、今すごく大学と連携するっていうのが増えてきてるんですけど、当時はあまりなくて、で、そういう大学と連携とかする中でですね、その大学の先生とかそういった人も含めて地域外住民の人もですねこう出資するという、ただしっていう話でここにちょっと書いてるんですけども、出資したら一応1票ありますよね。で一口1票ってあるんですけども、地域内住民はその一口1票あるんですが、この地域外住民には一口1票ないよ、だけど、出資したいと思ってくれ、出資してねっていう形でですね出資してもらう。で、ただ単に出資するだけだったらね、ちょっとつながりも薄いし、ちょっとお得感もないなってことでですね、年に1回、こちらからジュースが送られてくるというような、ことで、ちょびっとだけメリットもあるみたいな形でですね、本当にでも純粋に応援者、ここがポイントですね。こういった人をこう作れていくような動きをしながら実際にお金も出していただいた、そういうことが成功要因につながっているかなというふうに思います。それともう一つですね、この株式会社秋津農が素晴らしい動きなのは、当初からですね和歌山大学と連携しておりまして、この地域づくりを学ぼうとする人なら誰でも受け入れれる紀州熊野地域づくり学校というのを運営しています。これずっともう10年間、今10年目になられるんですかね、されてます。でそこでですね、多様な人材を受け入れてます。でやはりこの学校で学びたいなという人はそれぞれの地域に帰って、地域づくりをしていく中心的な人物になってきます。そういうことでですね、中心的な、人物がですね、神谷キッズのこのつながりがある人がですね、どんどん増えてくる。日本中にですね、この小さな田辺というところからですね、その、つながりのある人をどんどん増やしていってる。こういうやっぱり仕掛け、仕組み作りですね、それが素晴らしい。で、もちろんこのアイデアを誰かは最終的には出しているので、その人は素晴らしいんですけど、やっぱり機運が盛り上がらないとこんな大きなことはできません。それができた要因というのはこの秋津の塾という話し合いをこうみんなで行おうとする場があったっていうのが大きいかなと思います。で、そういったところをこうまとめたのが、この一つなんですけども、言葉なんですけども、まず多くの人に参加してもらうためには地域資源を磨き続けることが大事かなと思います。そしてですね、マネージャーの存在というのはやはり重要でして、それからですね、売るものがある、ここであとジュースっていうのがあったりとかするんですけども、そういったものがあったり、そしてですね、新しい企画をし続けるということも今でもですね、どんどん新しい企画をし続けています。でそのための
手法としてはやはり、いろんな多様な人による話し合い、その地域をどう見るかっていうその視点がすごく大事ということで、よそ者若者若者、まあ、こういったことがよく聞かれると思うので、まあ、そういう人たちの存在重要かなと思います。で、私はですね、まあ、こういった環境とか、まあ、せっかくその空き地のガルテン作ったよって言った時にですね、私は今いろんな海外にも行ったりとかする中で、日本ってやっぱすごいなと思うんですよね。で、それをですね、ぜひですね、皆さんに発信していただきたいなと思います。で、まあ、ここはちょっとさらさらと人口が減ってくるぞと、まあ、その人口の減りを補うにはですね、観光っていうのは非常に有効な手段だよっていうことをちょっと書いてます。で、農村ではですね、モノミューさんの観光じゃなく、先でもね、ガルテンを見に行くんじゃなくて、ガルテンで何が体験できるかというその体験型観光っていうのをできるっていうのは農村の強みだと思うんですね。で、その体験型の観光をですね、オンリーワンで日本国内でいるとですね、あちこちで同じようなことやってるじゃないかみたいなことでですね、よく批判を浴びますけれども、それは大間違いだと私は思ってます。やる人がすれば絶対に理念が違って、理念が違えば形が絶対違います。まあ、そうするとですね、同じことなんて一つとありません。なので、自信を持ってですね、自分たちの地域の特色を持ったオンリーワンをやっていただいたらいいのかなというふうに思ってます。で、グローバル化時代だからこそのローカルプランということでですね、こういった普通に皆さんハウスの風景ですよね。で、これちょっと中学生が収穫体験してるんですけど、こういった畝がピッシーってなってるのを見て、外国の人はパチ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 と写真撮ってくれはります。これ日本では当たり前の風景ですけど、海外の人にとってはこんな風景はありません。で、同じようにですね、畑の中でですね、この畝とこの畝で植えてるものが違うのと、まあ、これだけでもですね、おーガーデンみたいな、なんかその畑じゃなくてガーデンっていう感じでですね、受け止めてですね、外国の人はパシパシパシとこう写真を撮ってくださいます。で、私たちにとっては当たり前で、まあ、ちょっと今は最近は結構できないかもしれないけど、巻き寿司作り、まあ、こういったことをですね、アメリカの機構ですね、この方たち高級鳥の方らしいんですけど、まあ、そういった方たちがですね、体験して喜んでるよっていうようなこともですね、あります。まあ、これちょっと私ですけど、タイの農村の奥の方でですね、収穫体験なんて日本でもいっぱいやってるんですけど、脱穀はなかなかしたことがないということでですね、タイで同じようなことをしながら、脱穀しながらも楽しんでるみたいな、まあ、それだけで本当に楽しめる、まあ、こうローカルの特徴をですね、もっともっとこう世界に発信していったらいいんじゃないかなと思ってます。それからですね、あとちょっとヨーロッパの方ではですね、農家民宿なんかがですね、広がって以前からあったりとかするんですけれども、まあ、そういったのをこう女亭主さんがこう、ね、切り盛りしているというのをちょっと聞き取り調査行った時の写真ですけれども、特にこれイタリアのトスカーナ地方に行きました。で、まあ、こんな場所ですね。で、ここなんですね。イタリアのトスカーナにみんな何見に来るかっていうと、景観を見に来るんですね。で、景観っていうのはですね、やはりブランドだと私は思ってまして、この景観ね、トスカーナ、それから周辺のシエナとか行ったらですね、当たり前にあって同じ風景なんですよね。で、同じ風景って地元の人らはあんまり価値を認めてないです。でも世界からわんさか訪れるんですね。まあ、その理由の大きな理由の一つですが、一応この風景がですね、世界遺産になってるってことが大きな理由としてはあります。で、まあ、こういうふうにやはりこう権威づけをしていくっていうことも大事かなと思ってまして、まあ、今滋賀県では世界農業遺産を取ろうということでですね、みんなで頑張って盛り上げているところなんですけれども、まあ、そういうことはやっぱり観光にとってはですね、非常に重要です。で、その単なる観光で観光資源として来てもらうんじゃなくて、やっぱ地域の人がその人たちをどう受け止めて受け入れて、まあ、小さなビジネスに変えていき、そして景観とか環境を崩さないか、まあ、ここが一番大事だと思うので、その仕組みは作っていかないと、せっかく農業資産とか取ってもですね、ダメになるっていう話もあります。まあ、そういうことを考えるとですね、そこまで、皆さんと一緒に考えれたらいいのかなと思います。で、まあ、最後にですね、これ実はどこの風景かっていうと、滋賀県の風景なんですね。ちょっと琵琶湖近辺じゃなく、ゆりかご水田じゃないんですけれども、すごく私、この風景に感動したんです。
ですね。で、何を感動したかっていうと、ここ木があって、まあ、正直ですね、あのアゼのところに木があって邪魔ですよね。で、この木はなんで残ってるのかなっていうと、実はここの下に祠があるんですよね。で、その、水田を、ま、多分守ってて、あのいろんな、あ、まあ、言うた田の神さんではあり、地域の神さんであると思うんですけど、それをこんだけ補助を整備している水田の中に残していると。これはまさに先ほどのイタリアのオルチャ渓谷につながるというふうに思います。で、こういう価値をですね、私たちが自分自身で捉えないと売ることはできません、まあ、そういうふうに、まあ、の捉えて売るためにですね、みんなでですね話し合うということがやはり何よりも大事なのかな。あの地味な提案にはなるんですけれども、やはり繰り返し、同じことをするということが、最終的な近道かなというふうに思ったりします。はい、あの短い時間ですけれども、あの私の方からの、まあ、問題提起ということで、これでお話を終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。